行政書士はですね、かなりいろんなことができます。とにかくやれることが多いんですね。まあ行政書士のまあ資格としてのメイン業務っていうのが、一言で言えばこれなんですよ。行政手続きにおける法律の専門家。まあこれが行政書士、ザ行政書士と言われる、まあ王道分野なんですね。 まあ今、こう、かなり案件として多いのが、まあ各種の補助金ですね。え、まあ個人にしろ、法人にしろ。まあこのコロナ禍ということで、ちょっと資金繰りが厳しいぞ、生活が厳しいぞ。まあそういう方たちの手助けをしていく。まあそういった補助金の申請、そういったものも行っていきますし、あとは外国人ですね。 まあ今はですね、このコロナ禍っていうことで、まあ出入国自体はね、やっぱり制限されている少ないということではあるんですけども、まあ一方でですね、コロナ前に日本に入ってきていて、で、一旦出てしまうと、本国帰ってしまうと、再度戻るのがまた大変になってしまうと。なので、ちょっと在留を伸ばしたいと。まあこういう相談かなり多いんですね。まあその手の案件であったりですね、あとは、 まあ私個人がメインでやってる業務がこの建設業というものなんですけども、まあ建設関係の許認可申請ですね。とか、まあ本当に数えればですね、キリがないです。えー、まあ、宅建業にしろ、参拝業、走行、運送、風俗営業とかね、飲食店とか、まあ本当にですね、まあやれることが多くて、まあ大体どのぐらいの 書類作成が可能かっていうと、これはね、行政書士会のホームページで掲載されてるんですけども、だいたい作れる書類の数、1万種あるというふうに言われてますね。えー、まあ、そんだけ幅広い業務分野があるということですね。あとはですね、まあ、こういったこの中で、まあ、この資格の強みと私がね、えー、昨年度から感じているのが、やれることがかなり広いので、 もしですね、私の、ま、提携先の、えー、行政処理の先生はまさしくその煽りをくらった先生なんですけども、あの、専門でやられてたのが風俗営業だったんですね。まあ、女性の先生で、あの、性風俗の方ではなくて、あの、お酒をお店で取り扱う、えー、そういう、ま、風俗関係の、えー、許可申請を専門でやっている提携先の先生がいらっしゃるんですけども、まあ、やっぱりこの時期ですからね、あの、新規で、ね、えー、ま、キャバクラを開こうとかね、なかなかないわけですよ。で、その先生、じゃあどうしたかというと、補助金に移行です。 まあそういったことですね。まあ、こういったコロナ禍で、まあ煽りはね、多少受けるんですけども、ただ、その行政書士として専門でできることを、ちょっと別のところに変えてですね、まあ業務を維持していると。まあそういうことも、まあ可能な資格というふうに思っていただければというふうには思います。で、この、行政手続きっていうのがね、これがまあ行政書士のメイン業務なんですけども、実はその他にもですね、 行政手続き以外にも権利義務、事実証明に関する書類の作成。まあ、当然これ、法律上書類作成にあたっては報酬をもらえるということですね。えー、まあこの行政手続き以外でも、業務を行うことができるということです。まあ、ここもかなり幅が広くて、まあ、有名どころで言うと、このあたりですね。 え、契約書の作成だとか、あとは遺言相続ですね。まあ法律の世界では、これ遺言のことを遺言というふうに言ってきますよね。とか、まあ会社設立とか、ホームコンサル。このホームコンサルというのはね、別にこういう業務なわけじゃないんですけども、これはあの、行政手続きをやる上でも、かなりこういったコンサル的な、えー、まあ、 アドバイス、業務っていうのはかなり発生します。私もですね、あの、建設業許可の案件を扱ってるんですけども、お客さんのまあ事業形態に合わせて、今後、例えばこういう職人さんを揃えてください。こういう資格を持ってる人を、あの、後側にちょっと添えとかないと、事業の継続が今後、引退した後ですね、今の社長さんが引退したと難しくなっちゃうので、なので入れといてくださいねとか、あるいはまあ会社の本店所在地をちょっと移してくださいと。 まあこういうようなコンサルのアドバイスも結構していきますね。とか、あるいはですね、まあ結構人気が高いのが青年貢献業務と、まあ高齢者の方のまあ財産管理ですね。まあこの青年貢献というのはね、裁判所を絡めた業務なんですけども、まあその他に裁判所を絡めない財産管理の形態として、民事信託というものがあったりとかですね、あるいはまあ内容証明ですね。 まあ、お給料が払われないから、えー、内容証明郵便を代わりに売ってあげるとか、まあ、こういったですね、えー、幅広い業務を行うことができるということですね。えー、まあ、本当にですね、この行政書士っていうのは、人によってやっている案件がバラバラです。えー、まあ、私の場合には建設業がメイン。もちろんその他もね、やることはあるんですけども、例えば先ほど言ったように、例えば風俗営業になると、提携先の先生、 に依頼をしてね、業務を投げてるっていう感じになりますし、あとはですね、あの、外国人関係になると、外国人関係の提携先の先生に依頼をしていると。まあ、そういうようなね、業務の進め方をしております。で、これからですね、行政書士目指される皆さん、具体的にね、まあ、どういう分野をやろうかなっていうのはね、まだ決めてないかというふうには思うんですけども、まあ、本当にですね、これまでのご自身の経験だとか、 キャリア、あるいは人脈。まあ、こういったものを生かしてね、仕事を行うことができると。まあ、これが行政主義の資格なんだというふうに思っていただければというふうには思っております。ね。よろしいでしょうか。